どうも、ハイチーです。今回いただいたプチ相談はこちら。1日の中の勉強スケジュールの立て方教えてくださいという相談いただきましたので、これについて話していきます。よかったら最後までお付き合いください。では早速ね、話していきましょう。で、今回はですね、学校がある日と、まあ、ない日、まあ、休日に分けて話していきます。まあ、ちょっと長くなったら申し訳ないんですけど。で、まず学校がある日からいきましょう。で、今、11月に撮影してるので、まあ、3年生は部活を引退してますよね。そうすると、まあ、中学生なら帰宅5時ぐらいかな、イメージとして。で、まあ、部活がある、まあ、1年生、2年生だと、まあ、部活の忙しさにもよるけど、7時ぐらいかな、まあ、7時、8時とかなのかな、というイメージで行くんですが、まあ、帰宅時間が何時だとしても、できる限り、その日の、まあ、帰宅後のね、勉強時間を2つ以上に分けるっていうことを意識してください。これはどういうことかっていうと、夜に例えばまとめて2時間やるんだったら、1時間1時間に分けて勉強しようって、同じ2時間だとしてもっていう風にやってほしいんです。例えば、部活を引退してじゃあ3年生をねメインで話していくと、まあ、5時に帰宅しますよね。で、帰宅後ってすごいまったりしたくなるんですよ、まあ、携帯もいじりたいしってなると思うんですけど、すぐに勉強します。帰宅後すぐに、自分はね。で、まあ、その1時間なのか、そこで30分か1時間半かは分からないけど、帰宅後に1回勉強します。で、2回に分けるんだったら、帰宅後に勉強。で、その後に、例えばまったりする時間とか、ご飯の時間、風呂の時間とかいろいろあると思うんですけど、で、夜にもう1回勉強するっていう2つに分ける。できることなら3つぐらいに分けると一番いいんですけど、例えば、帰宅後すぐに勉強します。で、じゃあご飯と風呂をささって終わします。で、8時ぐらいから1時間か30分ちょっと勉強時間挟みます。で、その後に休憩して夜にもう一回やりますみたいなができるといい、個人的には。で、じゃあ例えば、まあ、3つに分けるとなかなかね厳しくなってくるので、2つに分けた時の話をしていくと、帰宅後すぐに勉強しますよね。で、夜に勉強しますよね。何するかってほとんど同じことします。自分は新しいこと、こっちを数学で、こっちを理科とかでもいいんですけど、基本的には同じことをやる。で、なぜかっていうと、まあ再三ね、自分は繰り返し学習の話をしてるんですが、一回勉強したことをとにかく抜かない努力をしてほしい。で、抜かないためにはどうするかって、繰り返すしかない。で、繰り返すのは短いスパン、短い期間で繰り返してしまった方が絶対に定着しやすい。だったら同じ日にやっちゃおうぜ。で、帰宅後にじゃあ例えば1時間かけて、どうしようかな、じゃあ数学の問題数、じゃあ20問やりましたと。でも20問やって、それを夜もう一回20問やるかって言ったら、そうじゃなくって、この時にやって20問中、間違った、わからなかった、ちょっと怪しかったとかいろいろあるでしょ。でも絶対、全然余裕みたいな問題もあるわけじゃないですか。で、その余裕の問題をもう一回やるのは意味があまりないので、そのここのやった20問の中で、例えばじゃあ8問ちょっと微妙だった。だったらそれを8問やるの、夜に。でも、ここで1時間かかった20問と、ここで復習した8問は時間的に圧倒的に短くなります。夜の方がね。だから、1時間かかったものが20分で終わる。そしたら1時間やろうと思っても40分余ってる。それを違う科目にやったりとか、その先の単元やったり、まあここのね、帰宅後すぐにやらなかったものをやるっていう感じで自分はいつも組み立てます。勉強するとしたら必ず1日の中で2つ、2回繰り返すっていう。で、夜の段階でちょっと怪しかったりとか、まあ、単語の暗記とかでもね、忘れそうな単語とかあったら、それを次の日起きて、できれば朝学習入れてほしいんだけど、起きてすぐにもう一回確認します。特に単語の確認とかだったら、時間なんて数分で終わるから、ちゃんと書かなければ。いいの、別に確認して、こうね、赤いシートで隠してさ、覚えてるかなぐらいでも、全然、それもすごい意味があるから。で、まあ、夜やりましたと。で、その、帰宅後にやって夜復習して、その余った時間でやった分あるでしょ。これ復習してないから、それを翌日の朝できるなら朝やる。でもできなかったら、じゃあそれを帰宅後、次の帰宅後とかに回してあげるみたいな。だからその、例えば帰宅後夜、帰宅後夜ってこう組み合わせてたら、それを復習をね、ワンセットにしていくの。すぐ復習、すぐ復習、すぐ復習みたいな感じで組み込んでいくといい。だから3回に分けておくと、それが余計にしやすくなるのでいいの。そう、これはね、特にやった方がいいです。特にその、まあ、2時間とか3時間1日やろうと決めてても、3時間一気に集中力持たないです、基本的には。やっぱり30分ぐらいで切れてしまうので、ちょっと集中が落ちてくるからさ。だったら30分かける6とかにした方がやっぱり有意義になる。でもそうしてしまうと、
そのね、30分やる、休憩するっていう、そのメリハリをつけるためには自己管理が必要なの。その休憩の時に、まあ、前休憩の話もしましたけど、時間を10分って決めたら10分でちゃんと切り替えれるかどうか。ちょっと LINE が続いちゃったから LINE やっちゃおう。あ、やばい、10分だったのに30分やっちゃったよ、みたいな。になっちゃうとズルズルいっちゃうので、そこをきっちりこなすっていう、まあ、心の強さじゃないけど、そこは必要になるんですが、勉強を組み立てるんだったら、そういう感じで時間を決めてやるといいです。で、次は休日ですね。でも休日もさっきの話とあまり変わらないです。それが数が多くなるだけっていう感じ。例えば、じゃあ1日フリーやとして、じゃあ7時間勉強しようと決めました。じゃあ7時間一気にやるよりも、やっぱり 3.5×2 に分けた方が絶対にいいし、それよりも1時間 ×7 に分けた方が個人的にはいいと思う。自分だったらそうやります。7時間って決めるんだったらね。で、それを例えば朝、ね、次、じゃあ、休憩で、ここに1時間、ここに1時間って感じで、まあ自分でそれはタイムスケジュールを決めたらいいと思うんですよ。で、あとは、こう、朝の方が暗記はいいよとか、まあ夜はこういうことした方がいいよっていうのは、よく本とか読むとは言われるんですけど、ただ、あんまり気にしないです、自分は。基本的には、さっき、学校がある日は2つに分けてたものが7つになってる。でも、ここで勉強したのをここで確認テストとか復習して1セット。で、ここをこことワンセットみたいな感じでやっていく感じ。ただ暗記もの、単語の暗記とかは自分は朝にやることが圧倒的に多いです。これはなぜかっていうと、1日の中で復習できる機会が増えるから。あの、朝やった方がね、夜やっちゃうと次の日に回っちゃうからさ。で、例えばじゃあ朝単語をね、じゃあ頑張って100個覚えましたとね、頑張って100個覚えた。で、それを次の勉強の時にテストします。もちろんテストする。でも100点の満点は取れないです。100個暗記したものを全部暗記は多分厳しい。じゃあそこで、じゃあ80点だったとします。そうすると20個落としてますよね。で、次の勉強の時に20個確認して覚えた。よし、これで完璧だってわけにはいかないよね、やっぱり。20個ミスってるわけだし。自分は特に、あんまり記憶力が良くないっていうのを自分で自覚をしてるので、人よりもいっぱい繰り返すようにしてる。だから、100個やって80点だったら、次また100点の、100問テストするもん、次ここで。で、満点取ったとしても多分もう一回やる。単語は抜けやすいんで。で、しかもさ、さっきちょっと話したように、単語のテストっていうのは、最初の方は書いたりしてもいいんですけど、覚えてるかなぐらいだったら、赤いシート隠して思い出すぐらいでもいいわけだよ。そうすると、書くって作業が抜けるので、結構時間かからないんだよね。チェックするぐらいだったら。特に覚えてるものが増えれば増えるほど時間がかからなくなってくる。っていう勉強になるから、だからすごい繰り返します。単語とかだったらね。で、あと、その休日の勉強の時にちょっと気を使ってほしいところは、その1週間、まあ、月火水木金、まあ、土曜がかかるかちょっとわからないけど、その部分で勉強したことあるじゃないですか。で、それをちゃんとメモしておくんだよ。メモしておいて、ここでこういうものにつまずいたってかわかるじゃん。このワークのこのページのこの問題、まあ、つまずいたマークをつけてくれればそれがあるからさ、その平日で勉強してつまずいたものが覚えてるかどうかを休日に確認した方がいいです。だから平日の分を一気にまとめてテストみたいな感じのものを時間を確保すると。そうすると、ここで確かにその日はワンセットで覚えた。で、次の日もチェックして覚えてたとなったとしても、その何日か空けた後に覚えてるかどうかの確証はないので、ちょっと数日空けた後にまたテストやってみるみたいな感じで組み立てるといいと思っております。はい、という感じでね、駆け足で喋ってきましたが、まあ、まとめるとですね、その勉強時間を細かく分けて、まあ、すぐテストするっていう、すぐ復習する、まあ、繰り返し学習をいっぱいやっていくっていうのが大事です、意識としては。で、何のためにやるかっていう目的がやっぱりすごく大事で、それは一回勉強したものを抜かないようにするためなんだっていう、そこの目的をはっきり覚えておいてください。で、これをやっていくとですね、例えば今までね、こうどん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 先に勉強していった方で、それでうまくいってるんだったらいいの、いいんだよ、それを変える必要はない。でも勉強してるのに得点が伸びないとか覚えてないって思う方は、それは先に行き過ぎちゃってる。どんどんそう定着する前に先に行っちゃってるから、どんどん抜けてっちゃう。だから自分のね、今言った勉強法をすると、先に進めてない感じがするんだよ。そう、勉強量と先に進めてないからね。でも定着した方が、急がば回れじゃないけど、定着した方が結局テストでは取れるようになるから。そう、だからもし今すごい勉強時間取ってんのに伸びないみたいな悩みを持ってる方は、よかったらね、今回ちょっと紹介した勉強法を参考にしてもらえたらと思います。はい、という感じでここまでご視聴いただきありがとうございました。